南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。我深く汝らを敬うあえて驕慢せずゆえんはいかん。汝ら皆菩薩の道を行じてまさに三仏することを埋めしと。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。五章の1332の7行目、中沖入道消息ですね。7行目の最初のところに、しかるに日蓮はというところがありますね。そこから8行目、そこから8行進んだところまで、読みます。はい、じゃあ一緒に読みます。中沖入道消息にのたまわく、しかるに日蓮は中国の都の者にもあらず、辺国の将軍等の子息にもあらず、恩国の者民がこにて将来しかば、日本国704年に一人もいまだ唱え参らせそうらわず、南無法蓮華経と唱え僧侶のみならず、皆人の父母のごとく、日月のごとく、主君のごとく、渡りに船のごとく、貸して水のごとく、飢えて飯のごとく、思いて僧侶、波阿弥陀仏を無限地獄の業なりと申し、僧侶ゆえに食に石を耐えたるように、岩石に馬の跳ねたるように、渡りに台風の吹き来たるように、呪落に大火の月たるように、にわかに仇の寄せたるように、とわりの妃になるように、驚きそねみ妬み騒動ゆえに、いぬる建長5年4月28日より、今公安2年11月まで27年が間、拝点なく申し、つより僧侶こと、月の満つるがごとく、潮のさすがごとく、はじめは一連ただ一人唱え僧来し、おどに、見る人、会う人、聞く人、耳を塞ぎ、目を怒らし、口を潜め、手を握り、歯を噛み、父母兄弟、師匠全友も仇となる。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無法蓮華経。
本日は日蓮大聖人様が昭久4年、西暦の1222年の2月の16日に、お生まれになられまして、802年目にあたるご誕生への法要に際しまして、皆様方には新人の真心を持って、ご参詣をいただき、誠にありがたく尊く存ずる次第であります。釈尊が西暦前949年に亡くなりますので、それから2000年後の末法の始まりが1052年、この1052年が末法の始まりということになります。そうすると日蓮大聖人の生まれた1222年は末法へ入ってちょうど170年目ということになります。で、末法というのは無仏無法の時代、仏もない法もない、そういう混沌とした時代であるというふうに言われて、仏もない法もない人の心が乱れ、権力闘争に戦争が頻繁に起こり、社会の規律も乱れ、道徳も乱れ、人々が自分さえ良ければ人を傷つけようが殺そうが構わないという時代になっていくというふうに言われ、まさしく日本は日蓮大聖人様が生まれる前の年の昭久3年に、それまでの天皇が国を治めるのが当たり前とされていた政治体系が、武士主体の力を持っている者、暴力で国を治めていくことが当然の世の中になっていくのであります。まさしく世の中の価値観が天地がひっくり返るように変わった時代に日蓮大聖人様が生まれたわけであります。まさしく末法のもう真っただ中に大聖人様が誕生されたということになるわけであります。日蓮大聖人の両親も朝廷に関わる仕事で生活をしていたのか、政権交代によって仕事を失い、日々食べていかなければ食べて生きていかなければいけないために、にわか漁師になって一日一日をしのいでいかなければいけない生活になります。もともと教養があり、道理を持って世の中を見ることができる両親であったため、時代に翻弄される自分たちや世の中の人々、社会の変化、手のひらを返したように人々の心も変わっていく、その中で両親はどんな時代になっても、どんな権力や暴力、家柄、人間の多い少ない、財力に左右されない真実が何かを子供に見つけてほしいというふうに考え、出家し学問を極め、真実の法を発見し悟り、その悟った法を多くの人々に伝え導く人間になってもらいたいというふうに考えて出家の道を進めるわけであります。私たちが子どもの時代、昭和の時代でも子どもが上の学校なんかに行って変に賢くなると親をバカにするようになるから、上の学校に行かせんとか、変に教育をつけると家を出たまんま帰ってこんで
家を継がなくなるからとか、女に教育はいらないとか言って、中学卒業で仕事に就く人が同級生の中でも結構いました。退席時の僧侶でも、昭和初期までは階段本尊絶対と血脈僧正絶対だけを腹に入れとけばいいんだ、変に頭が良くなると新人がおかしくなるという考え方が中心の時代が本山においても長く続いていたのであります。上の人間は下に追い越されるということが気に入らないために自分たちの考えを押し付けて若い世代の人間の考え方を潰そうとするのであります。しかしそこには過去現在未来にわたっての真実を求める考え方というものはないのであります。あるのはボロボロの権威権力のプライドだけなのであります。昔ポケベルが出た時に世の中に広がり、便利だ便利だということで、このサラリーマンの人が腰に小さなポケベルをこのぶら下げてこの生活していました。しかし今はスマホで、かつての携帯電話でさえもガラケーというふうに言われ、ガラパゴス諸島の生きる化石としての爬虫類が住む島の名前が付けられるようになってしまっています。ポケベルやガラケーにしがみついていても、昔はこうだったというふうに言っても、ものが何であっても世界の人たちとつながって情報を共有していこうという真実を中心に考えると、これから先どんどんまた変わっていくのであります。自分が馴染んだものにしがみついていては、自分だけが世界のつながりにつながらない人間になっていってしまうわけであります。根本中心の真実が何かということが一番大切なのであります。自分はこうしてきたという固定観念で自分を自分で縛っていては、真実が何か分からなくなってしまうわけであります。さて、こうして日蓮大聖人は生まれて成長し、12歳の時に天台真言宗の清澄寺へ道禅坊を師匠として出家します。房総半島一の大寺といっても田舎のお寺という存在であり、仏教のすべてを教えてくれる人も本もないという状態に絶望し、日蓮大聖人はここにいてもダメだというふうに考えます。鎌倉へ出て、当時世の中に流布していたところの真言宗、禅宗、念仏宗、律宗の寺々を訪ね、学び修行します。そして一旦清澄寺へ帰り、鎌倉だけでは仏教を学ぶことはできないことを訴え、再び京都、奈良、高野山、比叡山、大阪等々の日本へ仏教が渡ってきた、その歴史と内容を学び、一切諸条平等成仏の法はどの経典に説かれているのか、どの宗派にあるのかを求め学ぶわけであります。こうして16年間の修行の末、日蓮大聖人様は清澄寺へ帰り、一切諸条平等成仏の法は法華経しかないことを冷静に整理分析し悟り、
建長5年4月28日立教改修法華経の行者としての旅立ちをされるわけであります。今最初に皆さんと一緒にお読みしたところの中沖入道御所の部分は、そのことを日蓮大聖人様ご自身が振り返って述べられている場所であります。法華経を信じ行事世の中に釈伏し伝える者には、必ず命に及ぶ大難が起こり、過去世の法華経誹謗の罪証消滅をし、変毒医薬をし、悪業も善業に変え、必ず喜びとし成仏することができる。つまり自分の命に仏の命が備わっていることに目覚めることができることを示されているのであります。2月13日のお講の時にもお話をしたことと重なりますが、試練を放越と感じ喜び、過去世の方々の罪証を自覚し、この罪証を妙法の縁として、今この妙法を信じ罪証消滅ができ、成仏を遂げることができる。このことを法華経南無妙法蓮華経は私たちに説き示してくれているのであります。そして日蓮大聖人は、この法華経を法華経の行者の生き方として、上不教菩薩の後を継ぐ者として、手本として私たちに示してくれた末法の本仏大道師なのであります。私たちも日蓮大聖人の命心をつないで、私たちの世代の昔の人たちが日蓮大聖人の仏法というものをつないでくれたために、私たちは縁あって今こうして日蓮大聖人の信仰をしているわけですから、ですから今度は私たちが見ることができない未来の人たちに、私たちが日蓮大聖人の仏法というものをつないでいかなければいけないということが言えるわけであります。ですから私たちも日蓮大聖人の命心というものをつないで、この同じ信仰の道を、同じ信仰の成仏に向かって少しずつでも進んでいけるよう精進をしていっていただきたいということをお願いを申し上げて、本日のお話とさせていただくものであります。南無法蓮華経、南無法蓮華経、南無